はい、どうも、レキです。皆さん、こんにちは。本日はですね、ファッションショーをしていきたいと思います。今から、私が、あ、やめなさい、ヒロさん、ヒロさん、やめなさい、やめなさい、やめなさい。今から、私が、テーマを決めます。で、第1回目のテーマなんですけど、海に行くなら、どんな格好という。はい。夏の海の格好を、みんなにしてきてもらいました。なので今から一人ずつ、海っぽい格好をね、見ていくので、これがね、ポイント制で、被ってしまったら、ちょっと海っぽくても、まあ、ちょっとなしと。ポイントは0ポイントになります。被らないように、他の人と着や、服装が被らないように、おしゃれな海の格好、テーマに沿った格好をしていきたいと思います。海に行くならどんな格好だって。そんなのこんな格好に決まってるでしょ。イカちゃんが海らしくないですよ。それでは一人目のイカちゃん、顔を上げてください。さあ、どんな格好をしているのでしょうか。テーマは夏。夏の海に行く格好ですね。お、サングラスに、シャツ。ボーイだから、サンダル履いてますね。お、いいですね。まあ、最初はね、被ることないから。素晴らしい、海っぽい。ちょっとワイルドな感じですね。おー、なんか、いそう。確かにいそう。はい。ということで、じゃあ、二人目のイカちゃん、オープンしてください。よろしくお願いします。ここで被ると、被った二人はポイントがなくなります。サングラスを上にかけて、服は青、下はサンダル。あ、これ被ってないね。おー、かわいい。メガネつけてるこの子もサングラス。かわいい。しかもおしゃれだ。すごい。おしゃれおしゃれ。はい、じゃあ3人目のイカちゃん。ベリーキュート。3人目のイカちゃん。は、ゴーグルとライフセーバージャケットとクロックスみたいなアイテム。あ、被ってないここまで。おー、かわいい。ゴーグルつけてる。ここまで被ってないぞ。すごいね、みんなね。で、最後がヒレオさんなんですけど、じゃあ、ヒレオさん、服を見せてください。よろしくお願いします。ヒレオさんはどんな格好をしているのか。なんでわざわざ前に来るんだ。めっちゃ近く来るやん。あ、ヒレオさんは、何それ。ちょっと待って、後ろ向けるかな。なんか白いサンダル被ってない。この、服は何これ。パイナップルみたいな。かわいいでしょ。何この服、めっちゃお尻プリプリしてるこれ何、まあ、被ってないからセーフですね。ただちょっと夏か、これ夏だからカラッと、夏だからカラッと上げてもらってセーフでしょ。だって被ってないですから。夏ですよ、カラッと上がってんですって。まあ、ちょっと海という、じゃあセーフ。みんな、1ポイントずつ入ります。おめでとうございます。そしたら次のお題に、やっていきたいと思います。ヒレオさんは、どこかな？ここだ！はい、ということで、第2回目のお題を発表していきたいと思います。次のお題は、山を登るならこんな格好という、山登りに適した格好を、してきてもらいました。一人目のイカちゃんからオープンして、ファッションを見せてください。皆さんこんにちは。ヒレオさんチャンネルです。今回は山登りだって。山登りのお洋服。まあ、僕は山登りなので山登りなんですけど。じゃあ一人目のイカちゃんよろしくお願いします。どんな格好をしているのでしょうか。最初、お、最初はバケットハットに、マウンテンパーカー、そして足はスニーカーですね。いいね。あんまり肌を出さない方がいいんだよね。山登りは。虫とかがやっぱいるから、もうこんな格好、いいんじゃないでしょうか。山っぽい。それでは二人目のイカちゃん、表をお上げください。よろしくお願いします。かぶるか。かぶってない。バケットハットっちゃバケットハットか。に、なんだその格好は。チェックのシャツに、
足はスニーカーですね。まあ、ちょっと肌の露出が多いか。まあでも、大丈夫。被ってはいない。被ってはいないです。大丈夫です。OK です。そしたら3人目のイカちゃん、よろしくお願いします。さあどうだ ?3 人目。かぶ、これかぶった？落ち込んでる。これかぶったな。上の帽子がかぶっちゃいましたね。で、シャツは、まだ独自のシャツと、まあ、靴もね、独自なんですけど、これは二人ともポイントがゼロになります。あ、かぶってる。かぶってる、かぶってる。いや、僕はかぶってないですけど、かぶってる、この子がかぶってる。頭かぶってんですから、この二人。へぇ、かぶってる、かぶってる。はい、ということで、最後の、ヒデオさん、ファッション見せてください。どんな格好しているのか。ヒデオさんはなんで毎回前に来るのかな。どうしてそんなに店に来るのかな。お、どう、かわいいでしょ。山の格好はできてる。できてますね。ブーツに。ちょっと暑そうな格好ですけど。かぶってはいません。そしたら、ヒデオさんとボーイに1ポイントずつ入ります。ということで、今、ヒデオさんが2ポイント、ボーイが2ポイント、イカちゃんが1ポイントずつですね。はい。第2回はこんな感じで。イエーイ。ヒデオさんは、どこかな？ここ。それでは3回目のファッションショーをしていきたいと思います。今回のお題がですね、まあここショッピングモールなので、デートをする格好で来てもらいました。で、ただデートするだけだと、だからちょっとつまんないかなと思ったので、オールブラックホワイトの、モノトーンのモノクロコーデで、デートという設定で来てもらいました。はい、ボーイの子、かっこいい！センスがあるぞ！黒と白。黒と白、帽子をかぶって。なんか、ちょっと、あれだね。なんか、B 系な感じの、ストリート系のね、ファッションをしております。ちょっとボーイっぽくていいですね。いいですね。ポイント入ります。はい、じゃあ2人目の、イカちゃん、よろしくお願いします。ボー、あ？お？お？ちょっと待ってね。この帽子は、茶色じゃないか？ちょっとこれ、アウトです。これ、アウト。アウトです。これは黒と白じゃないので、ポイント入りません。ゼロポイントです。来るのでしょう。黒と白は、合ってるけど、なんでガスマスクしてんの？デートだよ。ねえ。ちょっとね、この人デートのに、ガスマスクつけてくる人なんだ。これは、ちょっと、デートには合ってないから、ポイント入りませんね。これ入りませんね。怖いんですけど。はい、それでは最後のヒデオさん、お見せください。さあ、これ被らないんじゃないか？黒と白被るか？どうだ？さあ、オープン。白と黒。セーフ。しかもちょっとオシャレ。オッケーオッケー、デートには。いいですね。ということで、今回もじゃあ、ボーイとヒデオさんに会えるのか？ 1 ポイントずつ。ふいえー。どう？どう？かわいいでしょ。かわいいでしょ。かわいいでしょ？デート行くんですから。ってことは、優勝は、ボーイとヒデオさんだ。おめでとうございます。ヒデオさんとボーイの子が、ファッションショーの、1位ですね。見えないくすんのやめてもらっていいですか？他の人を。ヒデさん、口元しか見えないから。近いな。本当に近いな。イェーイ、僕じゃーん。僕優勝。ナイス、ナイス、ナイス。かぶってないですけど。僕かぶってないですけど。違う、僕かぶってないって。かぶってないですって。なんかうなちゃんがかぶってるとか言ってんですから、僕かぶってないですけど。